はい、上智子さん。え、日本共産党の上智子でございます。えっと、今日はの北方問題について質問いたします。え、5月10日に日露外相会談が行われました。で、翌11日付の新聞報道では、外相会談、平和条約めぐり交渉、日露隔たり埋まらずと報道されています。で、6月の大筋合意断念というふうに書かれています。 で隔たり埋まらずというのは、ラブロフ外相は、第二次世界大戦の結果を日本が確認する必要があるというように語り、さらに日米同盟の存在、米国のミサイル防衛システムについて触れて、えー、島にこの米軍基地が建設される事態を念頭に置いていると見られるとで、これに対して河野大臣は、立場の隔たりを克服できたわけではないが、えー、未解決の困難な問題を乗り越え、 真のパートナーシップを築くことが、双方の戦略的利益であるとうう呼びかけて、日露領土問題が解決されていないため、平和条約が締結されていないんだというふうに述べたということなんですけれども、この報道はまあそういう、ほぼそういうことだというふうに理解してよろしいでしょうか河野外務大臣あの交渉の内容に関することを公に申し上げるのは差し控えたいと思いますし、別に報道陣が外相会談の中に入っていたわけではございません。 あとですね、2016年の12月なんですけれども、プーチン大統領が来日して、まあ、山口県、東京での首脳会談を行いました、で安倍総理は、70年間、1ミリも領土問題は動かなかったとで、互いの正義を語るだけではいかないんだと言ってです、ね、新しいアプローチを取るというふうに述べました。で新しいいアプローチとうのののはは、まあ、過去にのみとらわれるのではなく 日露間で北方四島の未来図を描き、その中から双方に受け入れ可能な解決策を探し出すという未来志向なんだと述べて、北方四島における日露共同経済活動を行うということですよね、でつまりいきなり平和条約を交渉ということではなくて、共同経済活動に関する協議開始が平和条約の締結に向けた重要な一歩になりうるんだということを言っていて、まあ、それが方針だったとて思うんですけれども、それ はそういうういいことででよろしいんでしんょうか河野外務大臣。共同経済活動は、日ロがともに北方四島の未来像を描き、その中から双方が受け入れ可能な解決策を見出していくという新しいアプローチであります。その実現に向けた取り組みを通じ、北方領土問題の解決、そして平和条約の締結にたどり着くとの考えの下、ロシアとの交渉を進めてまいりました。引き続き続 この中での合意を着実に進展させ、領土問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、粘り強く交渉してまいりたいと思います。神さん。まあこれはあの私の問いに対して、ですね、ほぼそういうことだなという答弁だったと思います。それからですね、昨年9月にウラジオストックで大きな変化がありました。プーチン大統領に、年末までは前提条件なしで平和条約結ぼうと。 呼びかけられてですね安倍総理は、これはのテレビで報道されてましたけれども、その場では特に何も言っていなかったと、まあ、反論していないと、で平和条約を結ぶということは、国境の確定をする、意味することですから、あの条件なしでということになると、これはですね領土の要求を日本が放棄することになってしまうわけです。でそこであの安倍総理は反論せずに、ですねそれどころか11月、この年の11月、シンガポールで、 平和条約締結後、歯舞群島とシコタン島を日本に引き渡すとする1956年の日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速させることで合意したと。で、新聞報道ではですね、日本側従来の4島返還ということではなくて、2島返還を掲げればロシアも南下して交渉が動くんじゃないかと、そう考えたんじゃないかっていう、まあ新聞報道ですけどもね。で、これはですね、 えー、先にあに言いましたけれども、共同経済活動を進めて、領土問題の解決に結ぶという、その方針から見ると、まあ、2党でもいいから領土返還についても進めようという、2本立てに変わったかのようにも見えるんですけれども、どうなんでしょうか河野外務大臣、新聞報道のいちいちにコメントすることは差し控えます。上さん まあ、そういう回答なのかなと思いますけれども、しかしこれ、国内全体の国民が本当に注目して見てるわけですし、元島民の皆さんも含めて、ですね強い反省を持って見てることですから、そういうちょっと木で花をくくったようなね、答弁ではちょっと困るんですよね。それであの1956年の宣言を基礎として、平和条約交渉を加速させるという表現は、新しいアプローチ以降、それまで使っていなかったんじゃないかなというふうに思うんです。でところがですね 今年に入って1月中旬の外相同士の話し合いで、溝が表面化したとで。それはなぜかというと、ロシアがですね、北方領土の歴史認識のですとか、どちらに主権があるかということをまあ持ち出したということで、入り口で対立したということが言われているわけです。で経過を見ますとねあの、先の大戦の結果を日本は認めるべきなんだと、これあの、ラブロフ外相は一貫して言ってるんですよ。 でそういうラブロフ外,外相の発言を含めて、ロシア側というのは一貫して立場を変えていないんじゃないんでしょうか河野外務大臣。交渉の内容に関わることを公の場で申し上げるのは差し控えております上さん、まあ、安倍総理はです、ねえー、70年間、1ミリも領土問題は動かなかったということでもってで、新しいアプローチなんだって言ってきたわけですけれども、じゃあ、この2年間、1ミリでも動いてるんですか。 河野外務大臣交渉内容に関わることをお答えするのは差し控えております上神さんあの。ロシアの主張はですね変わっていないんですよで、ロシアの主張変わってないのに、この間はですね日本側だけがなんかこう動いてるかのようにね、安倍政権の外交の成果をまあ上げるために、なんか今にも実現するかのようにですね宣伝してたんじゃないのかという記載してくるんですね。 それでなかなか思うようにいかないとなると、今度はですねロシアを刺激しないように、2019年の、2019年版の外交聖書から、北方四島は日本に帰属するという言葉この表現を削除したと言われているわけです、さっきもちょっと質問ありましたけれども、これあの、なぜ削除したんでしょうか。河野外務大臣 先ほどご答弁申し上げたとおりでございまして、政府の法的立場になんら変わりはございません。その上で、外交聖書というのは、当該年度にかかる我が国の外交活動を総合的に勘案して作成をしているものでございます神さん。質問したことに聞いてないんですよね。なぜ削除したのかと、削減したのかということで、まあ、法的に立場になんら変わりないっていう話なんだけども、なぜ削減したのか。 そこのところにしっかり答えていただきたいと思います河野外務大臣先ほど申し上げたとおりでございまして、外交聖書というのは当該年度における我が国の外交活動を総合的に勘案して、記載をするものでございます神さんあの。そうだとはしても、ですねこれはの、北方四島は日本に帰属するとあの、主権に関わる大事な政府の認識をあの書いてるものだと思うんですよ。 でそれを削ったということは、これ、外交政策だとしても、まあ、白書のようなものだと思うんですけれども、あの非常に大きな問題ではないのかなというふうに思うんです。それでですね、まあ、新潟大学の袴田茂樹教授が、新聞史上で、えー、こう言ってるんですね、プーチン大統領は初めから2党さえも返還するつもりはないと断言すると。でそれはなぜかというとプーチン大統領の、えー 大統領自身が、ですね、2党の引き渡しというのは、主権の引き渡しを意味しないんだと語っていると、で、プーチン大統領がそういう,う,そう,いうことで語っているのに、えー、安倍総理はですね、まあ、これまで1ミリも進まなかったということで、新しいアプローチの経済協力を提案したというのは、これはロシア側に誤ったシグナルを送ったことになるんじゃないかと言ってるんですね。安倍総理は、まあ、正義だけをね。 お互いに言っても解決しないと、まあ、原則論だけ言っても済まないんだということを言ってきたわけだけども、そもそもこの原則論、原則って一体何なんだということですよ、これ、領土問題の根本っていうのは、やっぱりですね、領土不拡大というね、あのさっきの大戦の戦後処理の大原則を踏みにじって、当時アメリカとロシア、まあ、当時はソ連ですかね、イギリスが、ヤルタで協定を、秘密協定をやったと。 その中で千島の引き渡しを決めた、日本抜きにです勝手に決めたわけですよねで、それを押し付けてきて、まあ、サンフランシスコ平和条約に盛り込んで、それをです、ね、日本政府として当時、その千島列島の放棄をです、ね、日本自身が宣言をすることになったと、でこのやっぱり本来、守らなければいけなかった領土不拡大の原則を破ったっていうね、この不公正を正して、 国際社会全体を納得させる論立てで、正面から交渉を行うっていうことが、やっぱりね、大事なんじゃないかと、一体これまで政府は、その正面からのね、議論をどれだけやってきたのかっていうことを、私はあの常々ですね、あの疑問に思ってるんですね。で、過去のいろいろ議事録見ても、国会の中でやり取りすると、一体どういう交渉をやってきたんだっていうふうに言ってもです、ね、ここに関わる部分ってはないんですよ。 でこういういやっぱり問題の根本のところを正面からやるっていう点でね、どうなのかっていうことを、私はあの問いたいと思うんですけれども、しかしながらちょっと時間がですね、次の問題もあるので、えーまあ、これはここに留めて、また引き続きということでやりたいと思います。それであのもう一つお聞きしたいことなんです、これはあのちょっと漁業に関わる問題であります。で先日あの、我がが、党の畑山和也衆議院議院員が あの前衆議院議員が根室をはじめとして隣接地域を訪ねて、いろいろ懇談してきましたで、その話を伝えてくれたんですけれども、まあ、平成31年、2019年の日露サケマス漁業交渉も行われたと、で平成28年、えーまあ、2016年のロシアのロシア200海里水域ですね、ここでのサケマス流し網漁が禁止されたことに伴って、今、代替漁法を検討してやっているわけです。 でその取り組みの現状と今年も含めて今後どのようにするつもりなのかっていうことについてあの水産庁からちょっと説明いただきたいと思います。水産庁高野資源管理部長、お答えいたします。あの避けます長し網漁法の代替漁法といたしまして引き縄漁法の可能性を探るために水産あすいません引き網漁法の可能性を探るために水産庁では 技術開発及び試験操業を平成28年度より実施してまいりましたこれまでの技術開発等によりまして漁獲量は増加してまいりましたもののサケマス漁業が使用しております流し網漁法の採算の水準には残念ながら届いておりません従いまして今後はこれまでに開発してまいりました引き網漁法の技術をこれまでとは引き網漁法の技術を これまでとは異なる漁場で試すことにより、新たな可能性を見出すべく試験操業を行う予定としております神さん。あのまあ、これは補助金もね、あの国からも出して、でまあ、補助事業で27年、28年、それから29、30年っていう、そこのところはどうなんですか荒野部長。 あの補助金につきましては、平成28年から30年まで実施してきております、で今後につきましては、まだ引き続きです、ね、あの実施の予定となっております神さん。ぜひ、ね、そこのところはよくあく現場の状況を、ね、あの見ていただきながらやっていただきたいと思います、それでやっぱり試験操業によって、漁業の経営が回復してきているのかというと、そうではないですよね。 で期限がまあ切れて補助がなくなると、これ、経営上、困難を起きたすんじゃないかとに思いますし、現地ではまあこのほかにも、えっと、海産物の増殖事業のをやっていることをはじめとして、やっぱり漁業の振興のためのさまざまな取り組みをやっているわけでありまして、あのやはり安定的な経営が行えるように、水産庁としてまあ継続、あるいはです、ね、新規で、このあと、その全体も含めてです、ね、どのような対策を進めておられるでしょうか。高野部長 答えいたしますあの水産庁ではあサケマス流し網漁業の代替漁業といたしましてサンマ防ウ網漁業とサバイワシ防ウ網漁業の実証化の支援をしておるところでございますサンマ防ウ網漁業につきましてはあ平成28年から平成30年までの3年間実施いたしましたで平成30年にはあの水揚げ量水揚げ金額ともほぼ目標を達成したことから あ根漁期の創業から本格的に航海のサンマ創業を実施する予定となっております一方サバイワシ防受け網漁業につきましても平成28年から実施しておりますが平成30年には数量ではほぼ目標に達しましたが単価が低迷し厳しい状況にございますこの件につきましては北海道庁とも協力しつつ 協力しつつ、本年も引き続き、実証化の取り組みをフォローアップしていく予定としております神さん。ぜひですね継続して進めていただきたいというふうに思います、それともう一つ、ですね現場から出されてきている声に、あの日ロの地先沖沖合交渉ですね、これがあの30年ぶりに、えーまああの、昨年の12月に本来こう、妥結するべきものが妥結できないまま、今年四4月に妥結したと。 ところが、そのためにまだら漁、まあ、1月、2月なんですけれども、まだら漁の漁期を逃してしまったというのがあって、ですね現地の漁業者からは、いや、こういうことがね、これからないようにしていただきたいんだと、水産庁にもしっかりとやっていただきたいんだっていう声が訴えられたんですけれども、これをめぐって、これ、あのちょっと、復興大臣じゃなくて、沖北担当大臣も言ってほしいし、その水産庁のほうからもね、ちょっと言っていただきたいんです。 小部長、はい、お答えいたしますあの日露・千崎沖合漁業交渉は、委員ご指摘のように、例年12月に妥結しております、その内容に従いまして、翌年1月、2月と11月、12月に、マダラなどを対象とする底コハイナ漁業がロシア水域での操業を行っております。今回の交渉は ロシア側との協議が整わなかったことから異例ではございますが、漁業者の事前の理解も得つつ、絶念して協議を継続いたしました。その結果として1月2月の操業を断念せざるを得なくなったものでございます。次回の交渉におきましては、漁業者の操業機会をしっかり確保できるよう望んでまいりたいと思っております。上美さん。えっとまあネムではですね、1年通じて。 えー、漁のサイクルがあるんですよねで冬、1月、2月はマダラとで、この時期のマダラって本当においしい、いいものなんですね、マダラで、春から夏にかけては避けますとで、夏から秋にかけてはサンマってことで、こういうあの循環をやっていて、根室沖のこの沖合漁業のまあサイクルが非常に大事で、今までやってきて、でこの漁業経営とです、ね、それから船に乗る乗組員の人たちが、そういうことでこうつないでやるので、あの年間、 雇用、あの通年雇用っていうことに結びつくってことと、さらにあの水産加工やトラック運送だとか、関連業も全部経済、影響が出てくるんですねで、この年間サイクルが破綻すると大変だってことを言ってます、でちょっと最後にですね、あの宮越大臣にお聞きしたいんですけれども、まあ、根室の,あの第一未来信用金庫っていうのがあって、で金融あの信用、信用金庫なんですが、毎年やっている根室管内の景気動向調査。 で平成29年135回目の調査をやってるんですけども、それ見ますと、全業種総合で根室管内の総合というのは、売上げで収益 DI ってあるんですね。DI というのはあの景気の広がり具合を示す指数ということなんですけど、売上収益 DI、これがですね、ともに悪化していると。で、地域別で見ても根室市、管内の4町ともに売上収益 DI が悪化、後退っていううになっていて、7月から9月の 水産業はこれ二十九年ですからね。水産業は主要魚種であるサンマや秋鮭の記録的な不良により稼働は低調。原料不足からコスト負担も増加をし、売上収益の、えー、景況感というのは低調だというふうに書いてあるんです。で、これまでもですね、やっぱり根室隣接地域っていうのは北方領土返還運動のね、やっぱり拠点の。 地域ということでそこも自覚して地域の皆さんが本当にあの頑張ってです、ねえー、取り組んできておられるわけでそういうま地域の経済が落ち込んで,です、ね、あの大変になるということではやっぱり良くないとで本当にこう元気になっていかなきゃいけないということを考えると非常にやっぱりそういう経済のことを含めたバックアップしていくってことが大事だと思うのでやっぱり領土返還運動の そういういやっぱりこう全体として進めていく観点からもです、ね、ぜひ宮越大臣にしっかりです、ね、この後もそも後押しをしていくということで、あの激励になるそういうメッセージというか、思いを込めて語っていただければと思います宮越内閣府特命担当大臣委員ご指摘のとおり、北方領土問題の解決のためには、北方領土返還運動の原点の地である、この北方領土隣接地域において、 安定した地域経済が構築をできて、自律的に発展して,くしていく、その環境をしっかりと整備をしていくということが、極めて重要であるというふうに考えております。それには地域の基幹産業である水産業をはじめとする産業振興が不可欠であると考えております。以前若い時にに、えー、内内お邪魔した時には館内の <coughs> 生産業、あるいはその関連の生産額は約年間600億円と聞いておりましたけれども、えーまあ、最近はですね、低、えー、位で低迷、まあ、しているという状況にあります。これは国際漁場をだんだん失ってきたことと無縁ではありません。で先ほど先生からいろんなお話がありました。 サケマスの試験操業の継続でさらには、えー、地先沖合漁業におけるこの合意時期の問題、えー、これは年間を通じてこの回していくということになると間違いなくたら避けます。 で、さらには、サンマと、こういう形で、年間通じて量があるということが、これ、極めて重要でありまして、でまあ、そういうことを交渉の中でしっかり勝ち取っていくということが必要ではないかというふうに思っております。で、また、あの、昨年、前回一致で、えー、成立をいたしました、北方領土問題等の解決の促進に関する法律におきまして、えー、地元の要請を踏まえ、 えー、基金については取り崩して活用するということを可能にしていただきました。えー、本年4月から、えー、施行されまして、北海道から提出された事業計画に基づきまして、本年度、種苗放流、漁場造成等の水産業振興事業、 歴史と自然の資料館整備等の施設整備事業をはじめ、総額4億2300万円余が隣接地域振興等に交付されることになっております。引き続き、改正北徳法の趣旨を踏まえ、関係機関とも連携の上生水産業をはじめとする隣接地域の振興にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております亀さん、時間が来ておりりまますありがとうございこれで終わります。はい はいそれでは本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて参加いたします。お疲れ様